はい、ではやっていこう。ドン。星121。ちょうど真ん中かな。球速もまあまああるのは良くて、やる気と回復あるのもいいんだけど、変化球がないのがおつらいかな。赤毛しないっす。そうだな。輝け。うまい。変化球が出んか。超快。なるほど。はい。赤なくす。オッケー。そしたら、こっちからだよね。で、先にやる気取っときたいんだけどな。それでも、まあ、位置を考えたら、こんな感じ。回復ナイス。輝く。輝かないか。で、やる気全開。はい。いやー、いい回復量。まあ、コンスタもここ取っとくか。ってことで、ステージ終了。いい感じだね。だいぶ上がっております。さあ、ステージ2。さすがに変化球が、来る。来た。けど、それは無理だから。まあ、シャッフルで。よしよしよし。コント。まあ、スタ。そうだね。これは先に変化球取って2段階ナイス。ナイス回復。選手が逃げる。まあ切るか。ナイス回復。うまい。それはうますぎ。選手に会ってスタミナ。ちょっと球速が思ったよりも伸びてないのが気になるが。さあ2段階いくか。はい、いったー。これは強い。捨て2で7。いいですね。コンスタも BB と、あとは球速意識で上げていけばね、いい選手できるんじゃないの。 OKOK。 あー、特化マスがある。止まる。変化球隣のその奥、特化マス。いやー、ダメか。制球力。まあまあまあ仕方がない。変化球は絶対いくぞ。あー、なくなったー。なくなったー。ヒーリング。あの、1枚しか持ってないんですけどね。なぜそれが被るんでしょうか、教えてください。合うじゃん。変化球がなくなったのが痛すぎる。うわー、おっそー。抑え投手かな。ヒーリング強。ここからまたスタミナ上げられる未来が薄いぜ。待てよ。危ね。なんとか回避。からの宝箱 OK だね。はい。赤なくす。サンキュー。どこだ。なるほど。待てよ。1、2。これいけるか。オッケー、これで急速に変えられるから。野球超人伝。変化球もナイス。飛んじゃうかな。急速に変えてよな、さすがに。ダメか。勝負したかった。吹っ飛んでからの、いや、急速に変わんないか。そうだよね、コントロールとか一番ダメなやつ。終わったー。コントロールは一番ダメなやつだった。はい、奪三振。青い。まあ、OK でしょう。球速と、うん。肘じゃなきゃ OK だったからね。球速、スタミナ。またスタミナ上げられるかなんだかんだで。逃がすな、逃がすな。OK。よし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 。なんとか耐えてるね。ナイス。スタミナ。本当だったらもう S100 だわな。マイナス10。落とす。今の2歩。いや、合計4歩は何だったのか。歩いた分の14歩。うん。かつ、あれですね。一気に変化球まで。変化球じゃない。ヒーリングまで落とすと。博士がおるよ。赤ナイス。
でもとりあえずあれだよな、変化球取ってから行きたいんだよな。さあどうだと、威圧感入れていく。さあ行くか、やってしまうのか。おお、いった。これじゃあ変化球行きたかったな先。おっと、カレンさんこれ来れないか。待てよ、12345678910111213415161足りんな。そしたらシャッフルか。どうだ、宝箱変化球。お、これはありか。12345678910111213145の回復。あー終わったー終わったー。しかも全部明るいとなった。いや、夢は見ろと、叶えろと、自分を信じればいい。いや、コントロールはダメ。あらー、レッドカーペットー。回復ナイス。123、どのルートからでももうこの赤が、赤おにぎりが死んでしまう。きたー、信じる者は救われる。12345678910、へっへっへ、信じる者は救われるんだぜ、覚えておいてくれ。あ、なんかおる、なんかおるぞ。最後避けたー、強。はい、なんでということで、これは NG 集として出そうかな。勝ったと思ったわ最後ね。見事にやらかしていきました。ということで今日は NG 集、お疲れ様でした。バイバッチ。